はい、OK です。はい、ありがとうございます。じゃあ疲れた。連続で撮るときついっすね。松田さん、いや、はいよ。いつもの挨拶お願いします。はい、生体院復活委員長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的解決していくための患者さんのための動画になっています。もし3件以上の整骨院、生体院、病院に行っても解決していない痛みがある、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな人であれば、ぜひこの動画を通して痛みを根本的解決してみてください。松田さん、はいよ。ストレッチあるじゃないですか。うんうん。でこのチャンネルでも、はいはいはい、分かってきた、分かってきた、いいってことになってきたはいはい、投稿してたと思うんですけど、ストレッチね。はい、実際のところどうなんですかね。まあ、あのコメントでもね、ストレッチ教えてくださいとかね、来てますよね。3年前ぐらいまで動画出してたんですけど、整体復活ってね、これ一回中断して、2年3年してもう一回再開したんですよ。この間に何があったのか、何があったと思います？ちなみに。修行の旅行ってないか。どこにどこに行ったん俺行ってはないっすね。福岡にいましたちなみにストレッチのちゃん動画を出さなくなりました。これはもう先に言っておきますね。ストレッチの動画出さなくなったし、俺はストレッチは、まあ、やってきたけど、それを通して、まあ、学びになったから、やらない方がいいと思ってます。いや、やった方がいいんですよ。やった方がいいです。何もないんだったら。ですけど、痛みが出る前だったらやってもいい。ただ、痛みが出だして、その場しのぎでストレッチするんだったらやらない方がいいよって話。絶対、やらない方がいい。よくって、結論から言うとよ、もう最初動画とか出してたんですよ。ストレッチの動画とかね。でもある時ね、ふと思ったんですよ。ストレッチ動画めちゃくちゃ、多分ね、この YouTube やってるとかなんですけど、めちゃくちゃ伸びた時期あったんですよ。ストレッチの動画とか、100万人登録とか、もういろんな人がもうめちゃくちゃストレッチで伸びたんですよ。見させてもらいました。私の教え子たちとかも結構いたんですけど、痛みの人減ったかって思ったんですよ。でね、やっぱ調べてね、医療費削減されたかって言ったら削減されてないっす。なんなら痛みの人増え続けてます。なんかおかしいなと思ったんですよね。で、私もやっぱストレッチの動画出させてもらってて、まあ、出させてもらってる傍らでございますが、一言言うと、痛みが出てストレッチすると、湿布とか痛み止めと同じような効果なんですよね。だって筋肉張ってるじゃないですか。例えばハムストリングス筋肉張ってます。ストレッチします。血流良くなるんですよ。筋肉伸びるんで。筋肉は結局硬くなってるから血流悪くなっちゃって痛み物質が溜まっちゃって痛いよねって話なんですけど、これ伸ばせば血流良くなるんで楽になるんですけど、だけどなんですよね。だけど、また硬くなるんですよ。で、これって痛みの原因の話をね、多分概要欄にまた貼っときますけど、いわゆるサイレンを止めてるだけであって、筋元は沈下してないんですよね。ストレッチって。たださっき言ったみたいに、痛みが出る前に硬さが出ないようにっていう風に全身をストレッチしていくっていうのはおすすめします。全然 OK、 やった方がいい。だけど見てる人ってね、痛みが出てきてからストレッチするんですよ。これって痛み止めと湿布と全く同じことやってるんで、いわゆるどんどん火種がでかくなっちゃって、ストレッチやってて痛み止め楽になるんだけどまた痛くなってくる。これ繰り返したら痛くなるじゃないですか、またね。なんならひどくなってる状態よ、体が。で、最終的に手術しないとってなるわけ。ってなった時に、このストレッチを教えるべきなのかってやっぱ考えたのが正直なとこで。で、思った時に、いやいや、ストレッチじゃなくって、根本的に自分の原因が何かあるかを見つけてくださいっていうのがまず一つと、あとは、その医療の知識、いわゆる自分の疾患、やっぱこれ知らないってすごく怖くないですか？脊柱管狭窄症って病院で言われても、脊柱管狭窄症？知らない。これだけで不安になるんですよ。で、これだけで痛み強くなるんですよ。正直なとこね。っていうのを解消してほしい。だから、いわゆる知識をつけてほしい。そんな難しくないから、ね、医療の知識ってちゃんとつければ。ね、脊柱管狭窄症は横文字が多いけど、脊柱管っていう背骨の中の管を狭くしてしまうよっていう病気だよって、そんな難しくないんですよ。
漢字をただくっつけてるだけで難しくないです。ですけど、この脊柱管狭窄症だったりとかっていうことを知識知ってほしい。そして、じゃあそれが何で起きてるのか、反り腰だよね、股関節が曲がってるからだよね、そう、股関節を治療していきましょうよっていう原因を知ってほしい。で、自分の痛みが何なのかっていう原因を知れば、じゃあ治療する場所ここだよねって分かってきます。やっぱね、これをね、やっぱ知ってほしかったなーっていうのはすごくあります。だから、このチャンネル復活したんですけど、要望も多かったし、まあ、ちゃんとやっぱり届けたいなと思ったところもあって、もう一回再開したんですけど、でもストレッチじゃなくってちゃんと知識を知ること、そして原因を知ること、この2つにフォーカスさせてもらって、このチャンネルをもう一回再開させてもらったっていうのがありますね。だからスイッチはね、ごめん無理私なりのこの、なんだろうね、痛みで悩むっていう人を救いたいってのはすごくあるんですよ。やっぱこの患者さんが亡くなってったりとかもそうだし、痛みの患者さん治せなかったとかもそうだし、痛みってね、こうバカにしてがちだけど、そっからやっぱ寝たきりになって、好きな人といれる時間、大切な人といれる時間が減っていく、これってすごくね、嫌なことなんですよ。でこれをなくすためにはって本気で考えたらストレッチじゃないよなって個人的に思ってる。で、自分で治るんだったら医療費削減されてるから、痛みの人減ってるから。でも減ってないんですよ。であれば、これは中途半端に教える必要なくって、ちゃんと俺は専門のところに行ってくださいって話です。病院に行ったりとか、うちもやってる整体院に行ったりとかっていうことをちゃんとやって、医療をちゃんと受けてほしい。もちろん高いところもあるかもしれないし、時間も使うかもしれないけど、最終的に健康でこう自分がしたいことをできるっていう時のことを考える、その時間を考えれば、今ちゃんと治療で使っていく、例えば1週間に1時間使うっていうのが長いかって言われたら絶対短いです。例えば10年間ちゃんとこの時に治療してなくて、10年間動けなくなっちゃう期間が増える、もしね。で、なんだったらここで週に1回1時間使っていくって全然落ちてくると思いますよ。であればね、やっぱりもっともっと原因を知ることと、医療をもっと近くになってほしいな、身近になってほしいなと思ってますね。これがなんか私がこの本当にの意味で健康な社会を作っていくためにすごく必要かなと思って、今はこうやって動画撮らせてもらってるっていうのは正直なところだし、ストレッチはやらなくなったっていうのは私個人の正義感、教えない方がいい。ただ痛みの原因を知って、痛みをしっかり治していく、でそこに対してしっかり改善していきたいって時に、私たちがね、整体復活とかもやってるし、整形外科とかもね、私、まあ、今後多分作っていくと思いますが、それともやらせてもらってるっていうのはね、ぜひ理解していただければ嬉しいなと思います。で、本気で改善したいとなったらね、整体復活やってますし、ぜひね、概要欄の方で貼っとくんで、ぜひね、そちらの方まず一回来てみてくださいね。 LINE と電話と、ね、メールで問い合わせできますか、ぜひね、問い合わせしてみてください。はい、なんかこんな感じの流れですけど、スケさんどうですか？なんとなくスッキリしました。なんとなくかよめちゃくちゃおもろいな。まあでもね、ストレッチってなんか、まあ個人的にはその場よくするんだったらしっかり改善してよってちょっと感じます、正直なのね。まあそんな感じですけど、いいっすか、ストレッチは出さなくて。僕が言うのもなんですけどねまあ納得してくれたら、ぜひコメントくださいね。高評価とコメントいただけるとすごく励みになります。見てますからね、はい、ぜひお願いします。あとはね、今日の話聞いてみて、あ、しっかりストレッチじゃなくって根本的に解決したいだったりとか、いろんな知識つけてみたいっていうね、患者さんであれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと、さっきも言いましたけど、概要欄の方にですね、私の店舗やらせてもらってます。整体院復活と言いましてね、北海道から福岡まで全部やらせてもらってますんで、ぜひね、興味がある方は概要欄の方ぜひ、ね、チェックして、で問い合わせしてみてください、お願いします。では今日ここで終わりにしたいと思います。ぜひね、ストレッチが嫌いになったわけじゃなくって、私なりの痛みを治すって何かなって考えた末にこの形になってるってことは、ぜひね、理解してもらっていただければと思いますので、ぜひね、ご協力、また今後もぜひね、見ていただければ嬉しいなと思います。ぜひね、見てください。では今日ここで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。